でそれがリアリズムの源泉になっていく、リアリティの源泉になっていくっていうことなんですね。変化っていうことを楽しむ。極端に言えばですね、例えば、非常にですね、細かい枝ぶりの、綺麗な木があったとします。それが夕日に照らされて、朝日に照らされて非常に綺麗に見えて感動しましたと。でそれを描きたいんだけれども、これを全部、この枝ぶりを全部描くのは大変だなっていう時ですね。そのだるさ、自分の中の面倒くささっていうのも全部絵になるわけなんですね。その感動をもとに絵画を描くときに現れるリアリティですね、それが変化になっていく。変化があるということは 100% デッサンが合う可能性がそこに出てくるわけなんです。非常にスッとした木があって枝がたくさんある、これ全部描くのは大変だっていう時に、その時の気持ちを、そのまま描けばいいわけなんですね。ああこうあるけど、ああもうこの辺でもう分かんなくなってきたな、もういいやこれぐらいだなっていう感じでやると、現実の木からこっちに変化してくれます。でこういった時に、モチーフ、対象っていうのは、人物も含めてですね、対象っていうのは、自分の描いたものに変わってくれるんですね。でこれが、ちゃんと、モチーフに対して主導権を握るっていう、最低限の、権利、やんなきゃいけないことなんですね。モチーフに対して、主導権をちゃんと握らなければいけない。そうじゃないとこっちの方に、現実の方にこびることになります。現実の方にこびると、めちゃくちゃ、個性がない絵が出来上がります。個性がないっていうのはですね、いい意味もあるんですけれども、やっぱりこれは消極的な意味で良くない、こび感が出てるんですね。そうじゃなくてこっちに主導権を持ってくる。そうすることでモチーフは喋り出すんです。喜んで喋り出す。あなたの言うように喋、りますということでこっちに来てくれる、もしくは助けに来てくれるんですね。例えば、ああもうこんな綺麗な枝ぶりの木が、あと僕は一本しか線が描けない、もうあとは絶命してしまうという時の時にもですね、一本線描けばいいんですよ。そうするとその綺麗な木がこの一本の線に変わってくれる、こういう風にピシッとなってくれるかもしれないし、もし一本線描いた時に、さっきの水平線じゃないですけれども一本線描いた時にこの間に全ての枝が自分には見えるかもしれないっていうことなんですね。こっちには空が見えて、こっちにも何か風景があったのを覚えているということで、自分は一本しか描けなかったけれどもそこに風景を見たということはですね、この線は合ってるんです。それがデッサンですね。見ること、見てる絵なんですね。まあ、これをまとめて言うとですね、自分っていうものはですね、描くっていうことはですね、幼稚でいい、描くっていうことは幼稚でいいということと、描くっていうことはですね、見ることによってで描くわけなんですけれども、っていうことはですね、中身は描けないということなんですね。例えばリンゴの中身は描けない。みんなこうリンゴって言ったらこういうふうに描くけれども、実態はですね、見ることしかできないんですよ。で僕らは側しか作れないんですね。縁というかシルエットというかですね、見るための線しか描けないわけなんですよ。でそれをですね、傲慢にも全部描けると思って、細かい部分まで描いていくということによって、見ない絵が出来上がっちゃうっていうことなんですね。そうではなくて見なきゃいけない。見た絵はですね、言葉をしゃべるようになる、ということはですね、人によって違う見え方をするようになるということなんですね。このリンゴがですね、リンゴにしか見えないと、こんなような、富士や、秋葉えや、その他のこういう品種の、リンゴだなと分かるような絵
ていう、もちろんそれはそれでいいんですが、それにしか見えないような絵っていうのは見てない絵なんですね。そうじゃなくて、あ、これはリンゴじゃなくてなんか、違うものに見える、地球に見えるとかですね、いろんなものに見えるわけなんですね。それが見てる絵なんですね。見てない絵っていうのはその人の顔にしか見えない、あ、これは個人の何々さんの顔だっていうものにしか、見えないとかっていうことになると、それは見てない絵になるんです。それじゃなくて、あ、これは、誰かを描いているんだろうけど、自分の知っている人にも似ているなとかっていうことになるんですね。それが見ている絵っていうことになります。つまり、その人は側しか描いてない、その人は努力して描いた、その時の自分のリアリティを乗せて描いた線がですね、シンプルな線が、線の中にですね、ものを見ているので、その線は側にしかなっていません、ということでですね、その他の人もその側の中に中を見ることができるんですね。そういうことなんです。で、その中まで描いてると傲慢にも思ってしまうと、それは、その人にしか見えない、そのものにしか見えない、ただの、広告のようなものですね、イラストレーション、広告のようなものになってしまう、この広告っていうのはそれに見えないといけないっていうことなんですね。それに見えずに違うものに見えてしまうと、それはその絵としては失格だけど、絵画っていうのは100人いったら100人見え方が違うということが非常に基本的な知識だと思います。で、そこでみんな楽しむわけなんですが、これは最低限の基礎として持ってた方が絵は楽しめると思います。だからですね、この変化によって物は喋る、言葉に変わる、でこの言葉は聞く人によって全然違うということなんですね。で、こうなればですね、もう本当に自分の好きなものを描こう、これが綺麗だなと思ったらそれを描こう、もうそれだけでいいんだと思います。これが綺麗だなと思ったら、風景が綺麗だなと思ったら、さっとスケッチブックを持ってきてですね、あ、もう一つ線引いてみる。そうすることでそこに風景がバッと現れる。で、この線は適当でももちろん適当で、引く、適当で2本引いてみる。そしたらそれまたその知ってる風景に変わって、その好きな風景に変わっていくということで、どんどん引いていくわけなんですね。色も乗せてみる。この色も絶対実物とは違う色ですよね。実物と違う色を乗せることによって、その中にまた風景を見ていく。色も変化します。色も変化することによって、例えば赤、繊細な、ここに夕日がある、夕日があって、非常に綺麗な、なんていうんですかね、その綺麗な繊細な色、赤い色けれども、パレットには赤しかないっていう時に赤ベタって塗る。そうするとその中に夕日を自分は見るわけです。見なきゃいけません。あ、見えないって言って、こうじゃない、もっと白を混ぜなきゃとかって言って寄せていくと、さっき言ったように、見てない絵、個性のないものになっていきます。そして喋らないものに変わっていく。そうじゃなくて、赤をベタっと塗った、この中に夕日を見た、その夕日を見た、そうするとこの現実の夕日はこっちに来てくれます。そうするとこの赤自体が説得力を持ちます。そうするとこの赤は他の人には夕日に見えなくてもですね、何かしら説得力のある赤になるんですね。これが例えばマクロスコであったりとかですね、要するにロスコっていうのは、真っ赤な一色を塗るわけなんですが、ここにはいろんな人の心象が、映り込みますよね。ロスコは違うものを見たかもしれないし、知れないけども、見に来た人はですね、違う心を見る。でもこの人たちがよく言うことは、これは何が正解ですかって言うわけです。けれども、その人たちの心の内に見たものが本当は正解ですよね。すごい単純な話なんですけど、こういうこともまあ基本っていうか、もう当たり前のこととして、知っておかないといけないんじゃないかなと、思います。まあ、今回は
これぐらいにして、また次、やっていこうと思います。